ネオジオ CD、ネオジオ CD、ネオゲオ CD は SNK が1994年9月9日に発売した家庭用ゲーム機 NGCD と略記される。対応ゲームソフトは初回版、通常版両方込みで99本が発売された。標準価格は49,800円、税別。ネオジオが大容量のロムカセットソフトを採用しており、 高価であったために購入者層がマニアのみに限られていたという点を解消すべくゲームの供給媒体を CD ロムにしたモデルに至る。ネオジオ用ロムカセットが当時3万円以上の価格だったのに対しネオジオ CD 版では7000円程度の価格設定とされた。ただしハードも販売価格を抑えるために等速 CD ロムドライブを採取したが 当時のライバル機だったセガサターンやプレイステーションが倍速ドライブを採用していたこともあって CD を見込みによるロード時間の長さがほぼ全てのユーザーから不評でこれがネオジオ CD の失敗の原因にもなった後日初回ロット限定でディスク挿入がフロントローディング型となっておりそれ以降はモデルチェンジされて本体デザインも変わトップローディング型が販売された 付属のコントローラは、ネオジオのジョイスティックからパッドに変更されている。このパッドの方向キー部分の構造は、いわゆる一般的な十字キーとは大きく異なり、キーを押さえている指を入力方向へスライドさせるという独特な操作性を持ったものになっていた。なお、プレイステーション2で、ザ・キング・オブ・ファイターズ94がリメイクされた際、同ソフトの限定版にこのパッドを復刻した。 コントローラーが同梱されたことがある。ゲーム中のセーブデータは本体の内蔵メモリ領域に保存されるようになり、MVS やネオジオで使用されていた PC カードのスロットは備えられていない。そのため、これらの機種とのセーブデータの互換性はない。当時としては大容量の 7MB、5 6 m b ットという大容量のラムを本体に搭載し、 ネオジオ CD でもアーケードのゲームがほぼそのまま遊べることをアピールしたため、ライトユーザーへの普及が期待されていた。しかし、CD-ROM ドライブの読み込み速度が当倍速であり、同時期に発売された他機種と比べて性能面で劣っていたこと、それをカバーするためのロードデータの削減措置や、デモ画面の簡略化等の工夫が基本的に話されていなかったことから、 大容量を誇るネオジオ用ゲームの特徴が、かえって、ローディングが遅くて待たされる、シーンの切り替えの度にいちいちデータ読み込みでロードする、といったあだになりうる欠点を併せ持っていた。特に当時ネオジオ人気を大きく牽引していた、対戦型格闘ゲームでは、キャラ選択からプレイ開始まで30秒から1分程度の待ち時間がザラであり、中には待ち時間が3分を超えるタイトルもあった。 1995年以降にリリースのソフトウェアの中にはネオジオ CD 用にキャラクターや背景のアニメーションパターンが削減されているタイルも見られた。だが起動時にすべてのロードを済ませゲーム中には一切ロードを挟まないタイトルもいくつか見られた。これらは主に容量が48メガビット以下のネオジオ初期のソフトが該当する。 本体ラム5 6 m b ットより少ないのは本体ラムの全てをゲームソフトのデータで使っているわけではないためである。また、画廊伝説、ワールドヒーローズなど4 8 m b ット以上1 0 0 m b ット以下のソフトでも一括でロードが可能なものもあった。翌年の1995年12月29日には2倍速のドライブを搭載し、 本体サイズの小型化を図った改良型、ネオジオ CDZ、標準価格39,800円が発売された。読み込み速度には、若干の改善はあったものの、決して短くはないロード時間が存在することには、変わりなく、待ち時間外務のロムカセット版と比較した、際の評判が大きく改善されることはなった。またリリースしたソフトも、そのほとんどは、MVS からの移植であり、 家庭用のオリジナルのソフトがほぼなかったことから、同時期に発売のプレイステーションやセガサターンといった他社の CD ロムゲーム機にはソフトのバリエーションでは立ち打ちできなかった。結局のところロムカセット版の終焉よりもかなり早い。1999年に発売のザ・キング・オブ・ファイターズ99をもってネオジオ CD へのソフト供給は終了することになる。なお、 家庭用の独自要素としては CD-ROM でのみ発売されたタイトル CDDA によるアレンジ BGM の収録、業務用にはないギャラリーモード等の追加要素を収録したタイトルもあった。また CDDA によるサウンドは一般の CD プレイヤーでも再生できるのでゲームとしてではなく音楽 CD としてソフトを購入するゲームファンも少なからず存在した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。